し例え怪しかったとしても、はい、もう1年半で僕も相当鍛錬してます。なるほどなるほど。あの時とは違う。違います、全く違います。びっくりするじゃないですか僕の動きに。ブレイキングダウンも出てますしね。そうですよ、うんはい、僕もウィキペディアの YouTuber 系総合格闘家って芸人っていう文字がなくなっちゃった。オンラインで届いた芸人じゃない。総合格闘家としても YouTuber としても弱いんですよ。やめてくれ早くっていう早く消してくれって思うんですけど、まあ、そうなってますから、はい、じゃあもう聞かないと。聞かないですよ。大丈夫ですか。逆に大丈夫なんて甲斐さんがこの、ね、YouTube でそんな全く僕は聞かないってなんて。確かにブランディング的にね。ライジン出れんのかな。いやこの先大丈夫かな。それすごい心配だけしてます俺は。まあ、はあ、ちょっと本気で言っちゃいますか。じゃあおそこまで言うなら、えそこまで言うなら本気で行きましょうか。言い過ぎましたか。いやでも全然行きますよ。本当ですか。もちろん一回でもなんかあの、はい、僕の兄貴にやられて、はい、ケツが崩壊したみたいな。あのね、はい、朝倉未来さんの顔を見るたびに俺ケツがうずくんですよ。もう思いっきり蹴られたんですよ。もう生涯で一番、あれが一番のた打ち回ったんですから。相当でした。あれはもう本当にドトールのね、あのトイレでもちょっと凍ったんですよ。勘弁してくれっていう。だからちょっと会いたくないですね、ミクルさんにはね。まあでもね、まあでもね、あレベルアップしてます。はい、あんだけ言われてたんで、まずは僕の攻撃も無効化できるのかっていうところをね、あの検証させていただいて、はい、その後に、はい、システムの技術を僕もね、うん、ちょっと教えていただけたらなと。なるほど、はい、分かりました。よろしくお願いします。了解です。行きます。早いな。ちょっと待ってよ。もうちょっとなんか別にいいやん、そんなゆっくりやったって。あ、そう。もう早速見たい。いやでも、はい、南川さんよりやっぱ師匠の北川先生が、はい、最強なわけですよね。もちろんそうです。だからね、先生もやっぱりちょっと変わってはるんで、はい、あのね、パンチとか受けてみたい人、まあ、僕もちょっと受けてみたい。本当ですか。おお、僕のパンチですか。うん、そう、受けてみたい。やっぱ日本トップクラスじゃないですか。いや、はい、受けたら僕の勉強にもなるかな。本当ですか。やっぱ師匠にたどり着けるかですよ。ああ、まず僕というのがあるんですから。師匠にたどり着いて、まだまだ師匠に早いです、僕の、はい。じゃあ、宮川さんをもし倒すことができたら、はい、じゃあ師匠に、はい、いいです、それいいです、感じよろしいですか。もちろんだからね。じゃあ、とりあえず顎先でいいですか。いや、あの、顎先でもいいんですけど、YouTube 的にあんま良くないなって。かいチャンネルを心配してるんです、俺は。だから、そのやっぱりね、それね、暴力的とかなっちゃうから、そうですね。そう、手、やっぱこう、なんていうの、このボディとか、はい、肩とか、そういうところの方がいいかなっていう。じゃあ、そこは耐えられるんじゃないですか。中学生より肩パンやりますか。いやいや、そっか、顎先とか言うから、肩とか、まあ、ボディとか、まあ、肩とかじゃないですか。まあ、とりあえず、はい、じゃあボディで。ボディいきますか。でも、はい、パンチはやっぱちょっとずらせるんですよ。今でもキックの方がいいんじゃないですか。なんだあいつは。遠慮もせずにつけつけた。体重も一緒だし、次ブレイキングダウン、南川さんのブレイキングダウンルールで戦ったじゃないですか。あ、確かに確かに。僕のじゃ あの YouTube でブレイキングダウンルールですやりましょうよ。おぉ、そうか、ほんとにね。斉藤くんスパーリング決定です。でもいろんな格闘家の方とコラボされてるじゃないですか、はいはい、多分日本一トップ格闘家の攻撃受けた人じゃないですか。下手したらそうですよ。そうですよね。ウクルさんもそうですし、カイさんもそうですし、タケルさんとかタケル選手もやってますよね。タケル選手も、天心選手も、はいはいはい、それがやばいんだよ。成績すごい、成績がすごいんだよ。そうですよ、柴田もで、生きてるってことは全部勝ってるってことですね。そうですよ。全勝全勝全勝です。メイウェザーじゃないですか。痛くないっていう人のこと勝ちなんで。そうですよ。だからすごい、まあ、だから正直こんなこと言ったらカイさん僕にいっぱいしてるんで。確かに今日はね、負けるんですよ。どこですか。どこですか。いや、まあ、ローですね。ロー、うん、ロー大丈夫ですか。ロー、ロー大丈夫です。本当に大丈夫ですか。でもローでしょ。ローしかないよね。決戦なくていいですか。でも普通の人がカイのローキック食らうと1ヶ月歩けなくなります。そうでしょう。まあでもそれはなんだお前これやっぱりだよ。お前は喧嘩ばっかりふっかけてやられてこいつうるせえな。ジュアリと、はい、ジュアリ行きます。本当ですか。ジュアリ行きます。知らないですよ。本当に行きます。じゃあ行きます。すごいな。受けるかもしれないな。
なんか技術云々にメンタルがすごい。まず。手やんない。確かに手浮かしちゃうぞ。いや浮かすのは許してよ。浮かすのは許してよ。それはそれは許してよ。浮かしたとてよ。そうでしょ。浮かしたとてよ。これ10割ってこれ。10割ローキック。はい。格闘のローキック。いっちゃいます。いきますよ。怖い。怖い。いやでもこれでも生き残りますから。サバイブシステムはサバイブがテーマですからね。あ、はい、僕はこんなことしてますけど。やっぱね、本当のシステム。先生にたどり着かないといけない。そうです。先生が来てくださってるんでね。ヤシダさんで倒す。そりゃそうです。はい。そうです。お願いします。じゃあ行きます。おっす。行きますよ。お願いします。おお。すごい。あれ今ちょっと痛いし言ってませんでした。痛いですか？痛いですか？先生お願いします。僕の叩き。倒しました。倒せるんだ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？あ、痛くはないんですよ。いや痛くはない。痛くはないです。信じてください。痛くはないんですけど。この顔でなかなか痛くないわ。全然痛くはないんですけど。ちょっと先生にとりあえずバトンタッチ。じゃあ南川さんは倒したということでね。はい、倒せた。ずっとサスサスしてます。ちょっとまああのちょっと取らないでください。ついに先生にたどり着いたっていうことで。はい。先生いいんですか？はい、怖いですけどね。先生、裏を見ります先生。裏切り、裏切り、裏切り。違うんですよ、システムの授業ってグローブ使わないんですよ。基本的に素手なんですよ。これもリアルですよね。うん、そうですね。素手でも全然。ほら、先生。やめときました、素手を。いいですよ、よっしゃ。おお。うん。いきますよ。はい。いきます。はい、おぉ、おぉ、おぉ、いいですよ。どうですか。いや、重いですよ、それはさすがに。朝倉海さんだから。なんかね、低反発みたいな。おぉ、ゴムみたいな枕。そうそう、なんか枕殴ってる感じ。吸い込まれた感じ、弾かれたから、なんかこれがシステムだ。そんな偉そう。南川さんが狙った。見たか。これがシステム。ちょっと教えていただけますか。あ、はい。技術と。うん、いいでしょう。いいですか。いいでしょう。なんで南川さんの許可。いいでしょう。南川さんはちょっとやっぱりこうね、こうやったけど、先生はもうちゃんとね、もう全て。うん、はい、やっぱりそう、師匠ですから、多分先生ですから、それすごいですけども。すごいっす、僕も耐えたことは耐えたんで。まあまあ確かに、確かに、はい、そうですよね、はい、すごいっす、はい、じゃあちょっといいですか、教えていただいて。はい、はい。